はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。はい、7月になりまして、新ツムが3体登場しております。ようやく、はい、初見プレイやることができました。はい、先ほどはダッフィーのスキルマックスの初見プレイでした。今回はジェラトーニランダム消去ということで、スキルマックスや投消去数が32ということで、はい、1個ずつ消えるタイプの、消去のようですね。そしておまけ効果でマイツムが出てきやすいよとなっております。1個ずつコンボということなので、コンボ数めちゃくちゃ稼げそう。はい、フルアイテムで遊んでみたいと思います。はい、引き続きちょっとイベントをしながら、はい、やってみたいと思いますが、はい、どんな感じのツムなんでしょうか。はい、コンボじゃないわ、ランダム消去ということなので、スキルの発動タイミングはそこまで気にしながら、お、結構軽いね。はい、1回のスキルで約180コインぐらいかな。はい、これもちょっと全くの脳情報で、はい、プレイしておりますので、スキルは軽そう。うん、なので、サクサクで、消去量も多いしね。はい、使いやすいツムではないのかなとは思いますけど、はい、ただ一個ずつコンボになってしまうことで、やっぱりコイン数はそこまでこう、ドカンと入ってけえへん。っていうところはあるんですけれども、はい、ただえぐいコンボ数になりそうな気はする。はい、コンボ系のミッションとかでね、はい、活躍してくれそうな、はい、ツムなんじゃないでしょうか。はい、どうだ、これちゃんと32消去されてるのかな。だいぶ早いタイミングで消しても、あ、されてるね。もう、コンボ数がちょうど32増えたので、はい、やっぱり、スキルの発動タイミング関わらず、固定の消去数は消えてくれそうな感じはしますけど、うん、進捗見ると、だいたい4000コインから5000コインいけたらいいかなって感じ。かな。うん、可愛いし、はい、使いやすいね、スキルなんじゃないのかなとは思いますけど。よいしょ、はい。すごいね、やっぱりコンボ数えぐいことになりそう。下手し700とかいけそうな感じやから、コンボ系のミッションはほぼほぼこのツム1体持ってれば、突破できそうな感じですね。コイン数は思ったほど伸びてない、いいかな。やっぱりこの1個ずつ消えるというところで、そこまでがっつりコインオーループした、うん、が入ってくる感じではないから、あ、4000いかなさそうな気がする。はい、もう一発、まあ間に合わへんね。はい。でもコンボ数757ということで、この短時間で、このコンボ数はすごいと思います。はい。今まで使ってたコンボ系の、ミッション用ツムの中でも結構優秀な方なんじゃないのかなと思います。いろいろ、が重なりまして、スコアも、何回1200万スコアぐらいだったかな。はい。ということになりました。はい。が、いかがだったでしょうか。スコア稼ぎもね、なかなか優秀そうな感じはしますけれども、やっぱりこのツムはコンボに特化したツムなんじゃないのかなとは思いますが、はい、皆さんもゲットできたりま、簡単、ゲットできましたでしょうか。はい、というわけで、今回はジェラトーニの、スキルマックスの初見プレイでございました。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンいただければめちゃくちゃ喜びますので、皆様とももっともっと仲良くなりたいなと思っております。はい、7月の新ツム3体のうち2体プレイしてみました。残り1体もね、この後動画に上げていきますので、よかったらそちらも見ていただければ嬉しいです。はい、というわけでございまして、今日誕生日の人おめでとう、コアトキグルミでした。